東京のベッドタウンとして人気の高い所沢市。そんな所沢の中心部、所沢駅は西武鉄道の主要路線、池袋線と新宿線が乗り入れる一大拠点。常に西武鉄道を利用し、西武ライオンズを応援。駅直結のグランエミオに西武百貨店が進出する西武王国である。そして西口側がすごいことになっている。プロペ通りから北西方向へ歩いていく。プロペ通りはプロペラにちなんだネーミングで、池袋の商店街の目減り版のような雰囲気。こちらは足早に通り過ぎる。ファルマン通りを抜けたあたり、歩きながら見えてくるのだが、驚愕の高層マンション林立地帯となっているのだ。昔の所沢を知っていれば信じられないような現状だろう。こんなの所沢じゃない、その一言に尽きると思う。実は所沢は馴染みの町なので愛着があるが、明治時代に建てられた蔵や商家など古い町並みが残っていた。江戸期から度重なる大火の被害に見舞われ、明治期に蔵造りの町並みが作られたのだ。そんな味わいのある町を昔から写真に収めていたので、今回はそんな写真を交えてお届けするわけだが、来るたびにマンションが増えていく、そんな感覚だった。こちらは以前ブログの方で何気ない貴重と題してお届けしたすだれ屋。ひな人形、玩具と書かれた看板、昔の何気ないおもちゃ屋である。そういえばこんな何気ないをいつの間にか見なくなってしまった。この店も今はもうない。古い商家井筒屋町づくり商店、こちらは残っているものの、現在すぐ隣にマンション、周りに柵と、今にも解体されそうに見える。明治時代に建てられた立派な商家で、奥には地形に合わせた絶妙なラインの塀があった。この建物の運命も今や風前の灯火である。織物業とともに発展した所沢、現在の有楽町あたりはかつて裏町と呼ばれ、織物職人を当て込んだ遊郭もあった。そこには10年ほど前まで儀楼跡が残っていた。特にこちら三好邸は王子の雰囲気を垣間見れる建物だった。戸袋の矢羽根など情緒あふれる装飾。しかし今は普通の民家に変わってしまった。それでも古い家屋と細い路地が丸ごと残っている箇所があり、こういう昔のままの所沢の風景は安心する。団子屋があって、お茶屋があって、着物屋、布団屋があって、そこへ高層マンションが視界に入って現実に戻されるわけだ。昔からある民家の背後にそびえ立つ高層マンション、今の所沢を象徴する光景。ものすごい勢いで建設されるマンション群はまるで蜘蛛の竹の子である。
今も建設中のマンションがあり、古き街角はどこまで残るのだろう。そんな現状に寂しさを覚える人は多いようで、50年以上の歴史がある飲み屋横丁、杯横丁では、以前は青梅のように手書きの映画看板などで昭和レトロな演出をしていたが、現在は漫画家恵比寿よしかず氏の絵が飾られている。何でも恵比寿氏は20年ほど所沢に住んでいたそうだ。なかなか雰囲気が合っている。懐かしさが漂う横丁だが、振り返れば超高層マンション。住宅需要は高まる一方で、再開発は周辺の街にも影を落としている。当初は高層マンション建設に反対も多かったが、今では古い店舗が取り壊され、マンションやアパートに変わっていることも少なくない。店がなくなると目印がなくなる。区画ごと変わってしまった場所もあり、どこに何があったか思い出せなくなってしまう。知っている街のはずなのに、ここはどんどん知らない街に変わっていってしまうのだろうか。